ダムドは1976年に結成されたイングランド出身のパンクロックバンド。日本ではセックスピストルズ、ザ・クラッシュと並んでロンドンパンクにおける三大パンクバンドの一つに数えられている。1976年最初にシングルおよびアルバムをリリースしたロンドンパンクのバンドである。ただし、社会的批判、主張から生まれたパンクロックムーブメントの中にあって、 彼らは音楽主義的でザクラッシュに代表される政治的、社会的な主張はあまり盛り込んでいない。しかし、当時のシーンの中で、そのスピード感と激しさと高音を伴った強烈なビートは、後に登場するハードコアパンクにも大きな影響を与えた。ブライアン・ジェームス・トラッド・スキャビーズは脱退したが、現在もデイブ・バニアンとキャプテン・センシブルは、 活動を継続してコンスタントにライブを行っており、2018年4月には新作も発表している。2021年7月にはオリジナルラインナップでのライブが予定されていたが、引き続きコロナ禍の影響で、2022年2月頃に変更された。デイブ・バニアン2013年、キャプテン・センシブル2015年1975年、バンド関係の知り合いであったレーモンド・バーンズと、 クリス・ミラーがバンドを組むことになった。そこに、ラットが加入直前まで話が進んでいた、ロンドン SS というバンクバンドのギタリストブライアン・ジェームスが参加し、3人でサブターニアンズを結成した。これがダムドの原型と言える。サブターニアンズは、まもなく自然消滅してしまうが、ここで、セックスピストルズの仕掛け人として、有名なマルコム・マクラーレンが関係してくる。 彼の新しいパンクバンドのプロジェクトにキャプテン・トラットを引き込んだのだ。ボーカルには、後にプリテンガーズを結成するクリッシー・ハインドを据え、マスターズ・オブ・ザ・バックスイードという名での活動を開始するが、このバンドも、また、本格的な軌道に乗ることなく消滅する。そこで、キャプテン・トラットの二人はブライアンを呼び戻し、マルコムがマスターズ・オブ・ザ・バックスイードに紹介したボーカル候補の一人であった。 デイビッドレッツとの4人で新しいバンドを結成したダムドの始まりである1976年イギリスでパンクムーブメントが吹き荒れる中セックスピストルズのサポートを務めながらロンドンで行われた100クラブパンクフェスティバルなどに出演9月にスティフレコードと契約を交わし10月にロンドンパンクとして初のシングルとなるニューローズをリリースそして 翌1977年には、これもまた、ロンドンパンク発のアルバムである、ダームド、ダームド、ダームドを、ニック・ロープロデュースの下で発表した。同年に、ギタリスト、ルー・エドマンズが加入し、11月には、セカンドアルバムとなる、ミュージック・フォー・プレジャーを発表。プロデューサーは、ピンク・フロイドのニック・メイスン。しかし、ツアー途中で、ラットが脱退。 あとにカルチャークラブのドラマーになるジョン・モスが一時的に加入するもののメンバー間の意見の相違が主因となり1978年4月のライブを最後にダムドは一旦解散に至る。1978年春に解散したダムドであるが早くも夏頃にはキャプテンとラットが再集結し後にこうしたバニアンと一緒に モーターヘッドのレミー・キル・ミスターをベースに加え一時的にドゥームドもしくはモーターダム名義で活動。その後、元チェルシーのヘンリー・バドゥスキーを経て新たなベースに RG ワードを加えて本格的にダムドは再結成した。つまり結局はブライアンとワードが入れ替わりキャプテンがギターを担当するようになっただけではあるが、 今までの楽曲のソングライティングの大部分を担っていたブライアンが抜けたことで、結果的にバンドの音楽性は転換し、以前よりもポップ色を強めることになった。1979年にチズイックレコーズから発表したシングルラブソングが本国イギリスで大ヒットし、その勢いのままアメリカツアーを完光。帰国後にサードアルバムマシンガンエチケットをリリースした。 この作品からは多数の曲がシングルカットされており、ダムドのベストアルバムとの呼び声も高い。1980年、ベースのワードが解雇され、公認にポール・グレーが迎えられた。そして10月にフォースアルバム、ブラック・アルバムをリリース。バンドの音楽性はより多様になり、サイケデリック・ロック的な要素も強まった。この頃から、キャプテンは、 ソロ活動に重きを置き始める。1981年、サポートメンバーとして、ローマンジャグが参加、後に正式加入する。新たに契約したレコード会社が、ことごとく倒産するなどの不運が続き、バンドの存続が危ぶまれる時期ではあったが、なんとか、翌1982年にはアルバム、ストロベリーズをリリースする。しかし、 翌年1983年2月にポールが脱退ジャグの紹介でブラインメリックがベーシストとして急遽加入する。1984年キャプテンがソロ活動専念のために脱退。ローマンがギターを担当。バンドの活動は区切りの時期を迎えた。キャプテン脱退後のダムドはバニアン色を強めたゴシックロック風の作風へと転換する。そして 1985年 MCA レコードからアルバムファンタスマゴリアをリリース続いて1986年1月に英国の歌手バリー・ライアンのヒット曲エロイーズをカバーしリリース英国シングルチャート3位を記録4月に待望の初来日を果たし12月には7枚目のアルバムとなるエニシングをリリースした百八十八年には 当時の現行メンバーと初期オリジナルメンバーのブライアンとキャプテンを加えた編成でライブを行った。その模様は1989年に発表されたライブアルバムファイナルダムネーションに収められている。1990年には一度休止するが、デイブはローマン、ブラインとのゴスロカビリーバンドデイブ・バニアンザ・ファントムコードを結成。 1990年から1999年頃まで活動。1991年にはオリジナルメンバーが再集結してアメリカツアーを行いまた来日もしているがブライアンは途中で離脱。来日公演はザ・ブラック・アラウムのメンツで行われた1993年、ラット主導のもとにデブとギターにアランリーショー、もう一人のギターにクリス・ドリモア、ベースに ムース・ハリスを加えて再編。もともとは別プロジェクトでやる予定だったがダムドに移行する。ただ、当時、他の現行メンバーに話が通ってなかったことや、積もり積もった不平不満が浮き彫り出したこと等が原因で後々、長きにわたる対立へと発展。1994年4月には、このメンツでの来日公演を行われた。1995年11月、9年ぶりの オリジナルアルバムとなる i イ・ m イ l l i g h t Jack and The Bean s t k リリース。この作品は日本の東芝 EMI から持ちかけられ、バンド外部のライターによる楽曲も多い。またこの頃にバニアンとキャプテンが再会し、和解を果たす。それからラット側と音源の権利等のことで揉めたようで、結果1996年にラットが脱退、キャプテンが再加入。 キャプテンのソロにも協力していたキーボードのモンティオキシーモロン。ドラムにはギャリード・ドレッド・フルが加入。ただしドラムはその後にスパイク・ティー・スミスが加入してた時期もあり、どちらも短期加入だった。ベースにはポールも復帰していたが、再び脱退し、後にデーブの妻になるパトリシア・モリソンが新たに加わる。1999年には新しいドラマーとして、 キャプテンのソロにも参加していた、イングリッシュドックスの元メンバーのピンチが加入。ちなみにスパイクもイングリッシュドックスの元メンバーだった。そして2001年、ナインスアルバム、グレーブ・ディス・オーダーをリリース。それから数年後にデーブとパトリシアの間に、子供が生まれたこともありパトリシアは脱退。2004年にモンクス・オブ・サイレンスやイングリッシュドックス、等で活動をしていた、スチュー・ウエストが加入。 メンバーも久しぶりに固まり2005年には来日し、小規模なツアーを行った。2008年11月に約7年ぶりとなる、テンスアルバム、ソ、so, ・フーズ・パラノイドをリリース。しかし、前作、グレーブ・ディス・オーダー同様、国内版は発売されていない。2011年、結成35周年アニバーサリーツアーを開催し、翌年に来日公演。2015年、 2010年に、モーターヘッドレミーのドキュメンタリー映画、極悪、レミーを撮ったウェス・オーショスキー監督作品のバンド、ドキュメンタリー映画、地獄に落ちた野郎どもが公開。公開から間もなくして、元メンバーのブラインが他界する。2017年、スチュ脱退。公認にはポールが3度目の復帰を果たす。ただし翌年のツアーでは一部不参加。その時は、ジョンプリー・ストリーが、 サポート参加する。2018年、イレブンスアルバム、エビルスピリッツリリース。英国アルバムチャート7位を記録。デビュー40数年目にして、アルバムが初のチャート10位内に入る。2019年10月27日に、ロンドンパラディウムで行われたライブを最後に、ドラムのピンチが脱退。2020年、翌年の2021年7月のツアーで、 オリジナルラインナップで行われることが発表。現時点では7月の5公演のみの予定だったが、2022年2月に開催が変更された。何度も大幅なメンバーチェンジや解散、再結成を行っている。また、非公式やごく短期間在籍のメンバーもいるが、ここでは割愛する。2018年現行のダムドは第11期となる。ありがとうございます。